はい、今回の動画は川崎鶴見臨港バスいすゞエルガです。ではね、開けていきたいと思います。というわけで開きましたね。こんな感じですね。前面に臨港バスと書いてあります。一応ノンステップみたいですね。で、横がこんな感じですね。で、こんな感じですかね。はい、後ろも臨港バスと書かれています。次にですね、昔改造した臨港バスのトミカですね。はい、こちらも同じ車種のイルガで比較したいと思います。やっぱりね、製品版の方がリアルですね。こんな感じですね。全然ね、クオリティがね、まあ違いますね。っていう感じですね。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。ドアが開きました。